WCCF1718 開幕しました。もう私のチャンネルでは40クレ分かな、40クレ分の開封動画が上がってるんですけど、どうですか皆さん、蹴りましたか？蹴ってない人も、これから蹴るよっていう方も、やめちゃった方も、これから始めたいよっていう方もですね、ぜひちょっと やろうぜ。なんか一番最近の動画でまだこのゲームやってる人いたんだねみたいなコメント来てましたけど、やってますやってますよ。でね、まあ、公式サイトをちょっと見ていこうじゃないかと。なんか月間カムバックキャンペーンみたいなこともやってるわけですよね。やってるんですが、まあ、ゲーム紹介と、まあそうですね、新要素1718の新要素、監督ナンバーワン監督を決める総合監督ランキングと、セガ太郎新たなランキングが登場したよと。だ、監督ごとのランキングが出るようになったんで、まあそのガチ勢の人もまあ頑張りどころが増えたよみたいな、まあ、感じですね。セガ側の歌い文句としては、あと進化クラブチームスタイルが登場。あの結局チーム KP に G がつくようになったんですよ。チーム KP にだガナーズ G ってここに書いてありますけど、これやばいでしょ。スリーライオンズ G とかちょっとやりたいですけどね。フレンド機能拡張、ああなるほどね。フレンドミッションが追加されたと。なんかフレンドがこのアイテムを入手しましたみたいなのが上の画面の上の方にめっちゃ出るようになったね。あと再試合システム、試合に負けちゃったらですね、100円を追加で入れてその試合をやり直せると。綺麗な経歴でチームを育成できるっていうことですね。まあ育成部分に関してはやり直しができないんで、まあ、そこまでまあぶっ壊れ機能ではないかなっていう気はする。ただ150勝無敗無分けとかができるようになった。あとアイテムストアね、アイテムストアができた。あとね、そのアイテムを結構使えるようになったんですよ。1回の育成に1回使えるよみたいな感じになってるんで、あれ絶対使えるのかな。今んところ僕絶対使えてる気がするんですけど、どうなんだろう。どう、あ絶対使えるの。1回は1プレイごとに1回使えて、さらに3回カードを擦れてっていうことなのかな。あとゴールデンチャンピオンシップが遊びやすくなったよ。入賞する順位が増えたのかな確か。あとそうだ、監督ライセンスがやりながら任期を終えなくてもレベルアップするようになったんでね、すごいですねこれはね。まあそういう感じですよ。だからまあまあやっていこうぜっていう話なんですけど、新秘書が出たわけです。新秘書がね、この北村真紀さんのツイッター見ましたけど、めちゃくちゃ可愛いやんけ仮面女子。僕神谷絵里奈さんだっけしか知らなかったんですよ。あのゴージャスさんの動画に出てる人、まあ、なんといってもこっちはゆりかるゆりかるが来たから、俺はもうゆりかるしか使わないです、マジで。あとまあまあお二方いるよと、お二方いるよって話なんですけど、ユリカル使いますよ私は。もう FC 東京サポーターとしてね、それは。でまあカードがまあ新しくなったわけです全部。まあそれを見ていこうじゃないかっつうわけなんですよ。まず KOLE マシューズ出ました。これね、ドリブルマジシャン、ドリブル重視、どうでしょうか。まあイングランドなんでちょっとこれ使いたいよね、右のウィンガーで。なんかどうもコンバージョンもクロス重視が一番壊れてんじゃねえかっていう話なんですよ。またクロス重視かいって思うけど、まあ、ちょっとね使ってみたいね。ドリブル重視だし右利きだし、これはちょっとぜひ当てて、まあ、イングランド縛り復活みたいなこともありますよこれ。私は本当にスリーライオンズ復活、まあ、プレスディフェンスがどうなのかなっていう気がする。使った方使用感教えてください。プレスディフェンスのマラドーナですよ一応 LE がこれ見てけよ3つ、神の左足、太もも太、降臨のレア KP ですからね。これもまあまあでもボカジニアズ時代だからねこれはね。あとはだまああるよ、2つ、あと2つありますんで、バルサ時代これですよ。キープレイヤー重視、まあ、キープレイヤー重視なんでイニエスタとかと一緒にちょっと組ましてみたいですよね。あとはこのナポリ時代、はい、まあ、マラドーナがあって、次 LEU です。だからレジェンドユニットかな、レジェンドユニット、バレージですよバレージ。まずはバレージ、これ組織守備なんでこれは ありますよワンチャン。ゾーンプレスの守護者、あとはコスタクルタね、コスタクルタ、これカバーリング重視ですから。
全員ディフェンダーっていうのがすごいよね。だからバージョン 2.0 でミッドフィルダーが来て 3.0 でフォワードが来るのかな。だからミランのね、このゾーンプレスの守護者っていう特集、全員揃えたらこれゾーンプレスの守護者になるってことなの。一回見てみるか、これね、組織守備重視どういうことなんだこれ。使ってみて、全部揃えて。サインがシェフチェンコ、絶対エース。もう半端ないね、ミランがね。これミラン縛りやりたい人半端ないでしょ、これ。コンバージョン、あとはこれね、ノボトニーがリベロディフェンスなんですよ。リベロディフェンスちょっと使ってみたいね。レバークーゼン、今レイバリエンテ使ってますけど、まあ、全員攻撃がどうなのかっていう話なんですよ。 ATLERE もありますね。サンパイオとニックネームサンちゃんですから。あとコンセンソンで、なんつってもトップスコアラーメッシですよ。総合値100ですから、総合値100やばいでしょ。5月の太陽やばいでしょ。フロムアナザープラネット、かっこよすぎだろ。かっこよすぎだろ。総合値100ってやばない。ただまあディフェンス値が8なんで、そこがどうかだよね。これが他に振られたらもうそれこそとんでもないけど、だスタミナが16あるんですよ。スタミナが16だからマシアとどうか。でもパワーがね、マシアの方が多いからどうなのかなっていう気はする。 POI が4種類ね。サンチェス、ノイア、イグワイン、モドリッチ。まあ、まずサンチェスですよ。もうユニフォーム変わっちゃったよ。ユニフォームがコンビネーションの支配者って言うてるけど、まあこれノイアーね、ノイアー、これがシュートセービングのレア KP なんで、やばない。絶対強いな。あとイグワインね、キープレイヤー重視。まあモドリッチですよ。これがね、多分ね、皆さん嬉しい方いっぱいいると思う。モドリッチの POI はこれは嬉しい方いっぱいいるんじゃないね。モドリッチも多分今年のワールドカップが最後ですから、きっと32歳でしょ、最後なんで。96、あとはまあこの辺ですね。レア KP のやつを見ていきましょうか。まずボヌッチ、これがラインコントロールです。ライコン、ライコンがどうなのかな。今回守備の KP どうなるかな。なんか相手、まあ、僕まだコンピューターとしか戦ってないんで何とも言えないんですけど、相手の足の速いフォワード全然止められないんですよ。アグエロとかサネとかね、あとマネとか全然止められないから、サラーとかねぶっこ抜かれるんですよ。レイバリエントとかクリーンファイとかぶっこ抜かれるんで、あれどうな、多分だから個人守備があんま良くないのかな、もしかしたら。どうですか、使用感教えてください。まあ、クロス重視がいいっていう話は聞いた。で今回のセリフォ・ラムスがリベロディフェンスなもんだから、これレイバリエンテの価値めっちゃ下がるだろうっていうね。完全にこれ価値下がりますよ。これレイバリエンテよりだって能力高いでしょ。あ、同じか、同じなのか。あとはパワープレイがね流行ってるみたいなんですよ、どうも。だからウルティマがね高くなる可能性はワンチャンある。フェルナンジーニョスペシャルコンビネーション、コンビネーションプレイ。フェルナンジーニョもね、もう素晴らしい選手ですよ。もううなぎ登りですから、 WCCF での価値も、価値が評価もね、1112の時86ですよ。それが今93ですからね。まああとはストロートマンが、ストロートマン逆サイドアタックのレア KP なの。使いて、僕当たってますから使いたいな、これ。しかも何を隠そう、ストロートマンって若いんですよ。まだ26、7でしょ、若いんですよ。あとはダビド・シルバがフォア・ザ・チームのレア KP。 あー、なるほどね。思考のパーソナリティ、ワンダーアクション、ムービングパスワークのレア KP。 まあムバッペが怪我して今ドラクスラーにチャンス回ってきてます。なぜ WCCF ではドラクスラーがレアカードなのか。まあ、ドラクさん失礼だね。ドラクさんもとんでもない選手ですよ。まだ24歳ですから。24歳、他のチームだったら絶対的エースですから、ドラクスラーは。 PSG じゃなかったら。ムバッペが怪我してね、あのアシストもしてました。あとはスルーパス重視のチアゴ、チアゴも91か。これなんでチアゴ2枚しかないみたいになってるの、これ2枚しかないみたいになってるの、おかしくない、これ。これ違うチアゴだから、これこれ違うチアゴがこのチアゴになっちゃってるから、赤七瀬さん、これアウトですよ。チアゴアルカンタラだから、こっちはチアゴアルカンタラと紐付けてあげて、これ怒られるぞマジで。あとリベリーがチャンスメイクのレア KP なのか。はあ、なるほどね。スカーフェイス、
あとミニョレ、ミニョレがね、あの PK 成分の基地なんですよ今回。ユーゴ N8 でミニョレが大活躍するのかどうなのかっていうところちょっと気になりますね。今回はミニョレっぽいな。何、ディマリアとドラクスラーでコンビネーションプレーのレアケーピン、アウンのドリブル&パス。へえ、面白い。ユーベのあれはどうなの、ユーベのあれは。あ、バルトラが何、レア KP なの、リベロディフェンスの、マジで。まあでもリベロディフェンス今回どうなのっていうちょっと感じなんですよ。しかも左に置くってことは右攻めにしなきゃいけないから、ちょっとどうですかね。キブが使えなくなるからね。オバメヤンが氷のレア KP、 スピード20になりましたね、黒で。なるほど、ウィニングフィニッシュ。あとロッペンがね、ダイナモ、ダイナミックダイナモ。ディバラとイグワインとマンジュキッチ3連銃。なるほどね、まあ、ディバラとイグワインがスピード一緒っていうのがちょっと どうなんでしょうねえ、どうなんでしょうか。あと今回も今回でルーカス・レイバーのこの能力の高さね。カゼミロも強いな、カゼミロ強いな、これやばいね。ディフェンス17でスタミナも17でしょ、インターセプト重視やば。あとこのね、西と山本シュートのこの双角ね、オーバーラップのレア KP、 これやばいでしょマジで。これちょっと気になってるんですよ。カードの画像がない、なるほど。まだカードの画像がないと、ないの、なるほど、ないと、なるほどね。あと鎌田と松原選手のやつもね、駆動の両輪、まあ、ちょっとお決まりの東京のカード見せてもらっていいですか。丸山優一、またロングパス重視、カードの画像がない、絶対欲しい、能力下がっとるやん、1何度いや。あと室谷選手が、うん、あ、1上がってますね。太田康介選手84、放物線のクリエイター、これちょっとアーリークローズだったら面白いな。クロス重視かな、クロス重視、クロス重視できてますから、アーリークローズがいいな。あと東選手、コンビネーションプレー、はい、初カード化ですから、これは話変わります。でなんといってもですね、まあこの、まあ、ムバッペ、白のムバッペがめちゃくちゃ強いらしいんですよ、どうも。めちゃくちゃ強いらしくて、まあ、ムバッペなのかエムバペなのか、ちょっといまだに呼び方私は決めてませんが、まあ、ムバッペって言わせていただきます。めちゃくちゃ強いらしいんですよ、どうも、噂によると。でこれですよ、これ、POY が付録になっとる、POY が。どういうことやねん、カバーニ。PSG やりてえよ、そうしたら。ちょっとねえ、やりたいですよねこれね、 PSG ね。ケディランの付録が発表されたよと、ムービングパスワークですよと。まあでもね、やっぱね、今一番欲しいのはこのマッシューズです。 KOLE を当てたい。で今回のチャンスカードがもうほぼほぼの確率でジェズスなんですよ。ジェズス出ないとチャンスにもなんない、そういうゲームになってらしくて、結構今回ね。だからパック頭までちゃんと掘って、パック頭からね、こう蹴って蹴って掘ってジェズス出るのを願って、その後レア出るのを願うっていう配列なので、うん、まあ、あとはクロス重視じゃないやつ、すごいこれいいよってやつ発掘してください。できればクロス重視はもういいんじゃないかなと思ってる。強かったら強かったで私はローカル用に作りますけど、そんな感じです。皆さんぜひおすすめ教えてください。僕はマシューズを当てるために明日も蹴りに行きます。とりあえず今回は早々に東京のカードを全部揃えたい。